それどんどんワクワクするような、あ、これができるかもしれないとか、そういったやっぱ思いがどんどんふつふつと出てくるので、それがモチベーション、原動力になってるのかなって。その一人一人の人生に触れることができて、それたちの喜びを一緒に共有できるっていうことが本当にモチベーションというか、まあ、こっそりやってることでもいいんで、なんか自分が楽しいなと思ってることを誰もやらないレベルでやったら、きっとなんか開けてくるような気がするんで、はい、頑張っていってほしいなと今言いながら自分にも言い聞かせているところです。さすがチャとは、ソシティーンが作ったオリジナルの SDGs のガチャガチャのことです。子供から大人まで楽しんで SDGs を知ってもらい、身近に感じてもらうことを目的に作りました。皆さん、13人に1人、この数字が何を表しているか分かりますか？これは日本における LGBTs の割合を表したものです。多くの生徒が履くことによってトランスジェンダーの人が履いていても目立たないんです。日本語教員課程は日本語を母語としない人と日本語を使ってコミュニケーションを取ること、そして日本語教育を通じて多文化共生について考える、この2つを目的としています。国際色豊かな南山大学では、留学生と日本人が交流する施設が多くあります。ステラでは多文化交流を促進するために多くのイベントが開かれています。この UCAM は、略称でして、ユネスココミュニケーションミーティングって書いてあります。社会問題に向き合うきっかけ作りを、行っています。他団体と このハブとしての役割も UCAM を果たせるんじゃないかと考えて、だから私たちの大学は静岡県の浜松市にキャンパスを置く公立大学で、フェアトレード大学となったことをきっかけに立ち上げられたプロジェクトが浜松チョコプロジェクトです。まずオーガニックコットンは労働搾取なしで3年以上有機栽培されたコットンのことです。教育の問題には布ナプキン、就労の問題にはマイクロファイナンスサイトの翻訳という形で活動を行っています。ベトナム行ったことがある方、はい、お願いします。おー、すごいですね。これはベトナムの困っている子どもたち、特に山岳地帯に住んでて、栄養があるご飯すら食べられない子どもたちです。私たちは大体毎年4キロ前後のコットンを福島オーガニックコットンプロジェクトに里帰りさせています。過疎化の進む地域では、50年後に地図から消える村もあると、現在の日本では言われています。僕たちは難民のことを学んでいくにつれて、難民のその後の生活について考えるようになりました。そこで私たちは貧困支援を始めました。これらの活動から私たちはカンボジアの教育省に感謝状をいただきました。現在十分な日本語教育の制度が学校の中で整っていないため、日本語が分からず授業についていけません。子どもたちが自分の未来に前向きになってもらえればなと思って活動しています。私たちの部はまず環境に優しいものづくり、環境分析から始めました。私たちが開発した代表的なエコ製品は身近な文房具である消しゴムです。リユース、リサイクルの実現もしました。皆さん、ユニセフとユネスコの違いをご存知でしょうか？イベントを企画して実行することは簡単なことではないんですけど、イベントを通して平和への意識を高めることができるのは、この私たち組のならではの良さかなと思います。皆さん、まず質問なんですけど、カルタをやったことある人手を挙げてもらっていいですか？多分ありますよね。自分たちは SDGs カルタをやっています。愛知県は54市町村があるので、そこも取り入れていきたいなとは思っています。スクリは全ての子どもに行き届いた教育をというスローガンのもと、全国各地の全13大学の学生が主体となって連携し、カンボジア、ラオスに渡航して教育支援を行っています。今日はいろんな地域、例えば浜松だとか岐阜からも来てくださってる人見て、すごい視野が広がった気がしました。私と全然違う考え方持ってる人とかがたくさんいて、いろいろな意見が聞けて面白かったです。
発表する時がとっても緊張しました。でもこういう機会は参加させていただいてとても貴重な、経験だと思っています。自分たちが未だに知らない活動をされている人もいてすごく勉強になりました。コラボイベントみたいなのをしたいなって思いました。私も子供にいるんですけど、ぜひ見習わせたいなと思いました。あと問題意識の高さっていうのを非常に感じてますので、あと掘り下げ方も非常にうまくて、当然大人も共有しないといけないと思うので、そこの世代間交流も含めてもう少し進めていけたらなって私も自分の活動の中では感じています。はい、発表後さまざまな人が自分たちのところに来て くださって自分たちだけでなく他の人たちもより興味を持ってくれて良かったと感じました。今後の活動にも自信がつきました。